ゴルフの神聖山下美優、前代未聞の快挙の裏に疑惑の影連続女王の座にマーク問題が持ち上がる山下美優選手は最近非常に注目されている選手で26日にはツアー選手権で見事に連覇を果たしましたこれにより彼女は史上最年少で2年連続の年間女王のタイトルを獲得しゴルフ界においてその名を不動のものにしました初めてこの方を拝見したのは10代の頃でした 原田信郎さんのゴルフ番組でのことでしたねまさかこれほどまでに勝利を収める選手になるとは思ってもみませんでしたしかし山下選手の成功の裏にはあるトラブルも存在するというのです今回はメディアが報じた山下選手のマーク問題について解説していきます最後までご視聴よろしくお願いいたしますメディアが指摘するマーク問題あの子はもういいメディアの記事によればあるベテランプロがこう吐き捨てた相手が26日に ツアー選手権を連覇し史上最年少で2年連続年間女王に輝いた山下美優選手だと言いますこの春そのベテランプロは山下選手と同じ試合でプレーしましたが山下選手のグリーン上でのマークの方法に違和感を抱きましたそのため彼女は山下選手にルール違反の疑いがあることを指摘し注意を促しましたこれまで山下選手はツアー会場でそのベテランプロを見かけるといつも近寄って挨拶を欠かさなかったそうです しかしこの出来事以降彼女はそのプロとすれ違う際に無視をするようになったと言われています山下選手に対する疑惑は今年になって突然浮上したわけではありません昨年の10月には「週刊現代が絶好調山下美優マーク問題で球に傷」という記事を掲載しゴルフ協会もこの問題を重視し本人に質問していました日刊現代が協会スタッフに取材を行った際には グリーン上での山下のマークに関しては耳にしていますが具体的な試合や内容については存じ上げません現在ルーリングで問題とされているわけではございませんとの回答があったそうです山下選手のマーク問題が初めて明らかになったのは2年前の宮城テレビ杯の最終日のことだと言いますその時同伴競技者の王さんと優さんがアテストにて山下のルール違反を競技委員に申し立てたのだとかこれは本当に根拠がある記事でしょうか こちらでイニシャルの選手について調べてみたところ、協会ホームページ掲載の最終日のペアリングは山下選手、上竹選手、大里選手でした。確かに名前は一致していますね。同伴競技者の王というは、おそらく上竹選手と大里選手のことでしょう。しかし、マーカーが一人で抗議する人が二人というのはあまり考えられません。どちらがマーカーかわからないため、両方を記載したのかもしれません。 しかし、上竹選手と大里選手の2人は共に黄金世代であるため、他の選手よりは仲が良いでしょう。一緒に抗議したとしても不思議ではないかもしれませんね。記事が事実であれば、故意に違反行為を行っているわけですから、重大な違反として失格となるべきです。罰だが加算されたかどうかは分かりませんが、問題はマークに関するものだったのでしょうか。記事は推測に基づいて書かれているところが大きいのも事実。そうだとすれば、 記事に登場するベテランという人物も実在するのかやや疑問です話を記事に戻しますと最初は知らぬゾンゼヌの山下選手でしたがマーカーがスコアカードにサインをしないという強硬な態度をとったため仕方なくルール違反を認めたといいます実際に最終日の6番ホールと18番ホールで誤った場所からのプレーにより合計 4× 罰打が加えられていると記事は書いていました確かに確認したところホールバイホールスコア6番 18番ダブルボギーの表記がありましたあんな疑惑行為をしなくても勝てるのに山下選手の問題行為についてご説明いたします彼女の行為はフックラインのパッドが残った際ボールの左側にマークをしてその後ピックアップすることですリプレイスする際にはピンに対してボールを置いてしまうためこれは規則14 2C に違反することになります山下選手に関する疑惑は女子プロだけでなく男子プロの間にも広がっており 現在ででではゴルフ界で有名なな話となっているようです同世代の人気プロも私が山下のルール違反を協会に報告しようと怒りを表しており女子ツアー内部でも山下への批判が高まっている状況なのだとか彼女のショットやパッドの技術は女子ツアーでトップクラスですですからそういった疑惑行為をせずとも勝つことができるのにと協会関係者も疑問を呈していますまたジュニア時代からボールを打つ訓練に集中しすぎて ルルルール学習ががおろそかになってていいるのが問題とゴルフ記者も指摘しています実際ジュニアゴルファーの育成に熱心な親御さんも多くいらっしゃいますが厳しい指導を受けた子どもたちはスコアが悪いと叱られることがあるため時には打数を誤って数えたりボールの位置を動かすなどのルール違反をしてしまうことがありますそのような習慣が残っている場合当時の大人や親御さんにも一定の責任があると考えられます。元の場所は自分が一番よく知っていますから ゴルルフフでではセジジャッジが重要ですね JLPGA は他の競技者からの指摘を受けた場合速やかに調査を行う必要があると思われます先日の記事においても協会関係者が疑問を持っていたことが指摘されていましたそのため遅れることなく記事の内容について迅速に調査することが重要でしょうまた山下選手に関してはこの問題が記事に取り上げられたことを鑑み今後は同伴競技者からの指摘を受けることのないよう 一層の努力が求められるでしょうボールマークをわずかにずらしてホールに近づけることを望む競技者もいるというのは一種の習慣として存在していることですこのような習慣を改めなければ山下選手が2年連続で賞金女王になることよりも他のプレイヤーからの反感を買う可能性が高まるかもしれませんただしこの記事が山下選手の優勝後に公開されたというタイミングには多少の疑問を感じることも否めませんもし指摘されている内容が事実であれば 最近の試合においても同様の事例が発生している可能性がありその点に関して詳細な検証が必要だと思いますしかし残念ながらそのような検証は記事では明確にされていません私自身はゴルフの専門家ではありませんがこの種の問題においては周囲の対応特に同じグループでプレーする他の選手やジャッジの一貫した対応が不可欠でありそうでなければ公平性を保つことは難しいと考えていますこのの問題の根本原因は ゴルフをプレーする人々の間に数ミリから23センチの違いはよくあることといった考え方が根付いていることにあるのではないでしょうかこのような曖昧な文化が存在する中で若い選手たちが成長していくと練習ラウンドや実際の試合で適切な指摘がされることもあればされないこともあり結果として不良な習慣を身につけてしまう選手が現れるのも不思議ではありませんこの問題はゴルフ界全体に関わるものでありその根は深いと感じています ダゾーンで山下選手のパッティングシーンを確認いたしましたが最新の映像では特に問題は見受けられませんでした特に大会の最終日には全ホールのシーンが丁寧に捉えられており問題があるかどうかを明確に判断する上で問題はないと言えるでしょうしかしテレビ中継ではマークの右前約5センチの場所にボールを置いているシーンを目にしましたこれを見て少し疑問を感じていたところ山下選手はその後マーカーの前にボールを戻しました このようなな記事がなければ私も気に留めなかかったももしれませんもちろんこれがルール違反ではないとしても日本を代表する選手として疑問を抱かせるようなプレーは避けるべきだと考えます山下選手はまだ若い選手ですので引き続き応援したいと思いますしこのようなことで話題になることは望んでいませんマークの手前にボールを仮置きする行為はキャディがボールを拭いた後によく見られますその後プレイヤーがボールを適切な場所に戻すこともあります そのため山下選手の行為は実際にボールをそこで打つためのものではなかった可能性が高いですまた何度もボールを置き直すプレーヤーもいますのでこれは単なる細かい指摘に過ぎない可能性もあります以前にも山下選手はメディアに面白みがないと批判されたことがあります自分のペースを崩さず感情の浮き沈みがないプレースタイルはプロとして山下の強みですがその一方で21歳とまだ若いのに老成した感じがあり 優等生のゴルフを見せられてワクワク感が伝わらない土曜日に山下が首位に立てばもう結果が分かってしまうようで最終日はテレビを見なくてもいいかなとなってしまう最終日に一緒に回った岩井明千里姉妹がニコニコしながらファンを引きつけているのと対照的でしたもう国内はいいから海外で強い外国人をやっつけてほしいと願う人は多いんじゃないですかゴルフ評論家の宮崎光一氏は最近の女子ゴルフ界における山下選手の台頭について ある種の批判的な見解を示されました山下選手が新たな女王としての地位を確立したにもかかわらず宮崎氏は彼女のインパクトが期待に満たないと感じているようです特にシーズン終盤におけるタイトル争いが2試合を残して早々と決着を見たことにより女子ツアー全体の関心や見どころが減少したと指摘されていますこれは山下選手が圧倒的な強さを見せた結果でありその強さが反対に批判の対象となっているのです 強すぎて批判されるというのは有名な選手も本当に大変ですね山下選手を称えた上田選手2022年11月13日女子ゴルフの国内ツアー伊藤園レディスは千葉県のグレートアイランドシーで最終日を迎えました2位でスタートした山下美優選手が通算12アンダーで見事逆転優勝を果たし史上最年少で年間女王の栄冠を手にされました3位でフィニッシュした36歳の上田桃子選手は 2週連続の逆転負けを経験し、同じ組でプレーした山下選手とのハグの画像を公開しました。上田選手自身が持つ年少記録を更新した後輩プロへの言葉が、桃子選手のプロ魂に一票、人として素晴らしいとして、大きな話題を呼んでいます。悔しさを背負いながらも、上田選手は優勝者を心から称賛しました。ウィニングパットを決めた山下選手は、笑顔で力強いガッツポーズを見せました。上田選手も近づき 同じグループでプレーした岸辺桃子選手たちと抱擁を交わしました連続2週間最終日を首位で迎えたにもかかわらず優勝には届かず上田選手の今季の2勝目は叶いませんでしたラウンド後上田選手はインスタグラムに抱擁の画像を投稿しました先週に続きたくさんの応援をいただいたにもかかわらず優勝することができず現在の自分の力を感じていますと心情を綴りましたコーチやキャディへの開墾の思いを表し 残り2試合、全力で戦います。次には、成長した姿を見せられるようにと投稿しました。そして、最後に、美優ちゃんへと山下選手へメッセージを送りました。今年何回も一緒にラウンドさせてもらってるけど、本当に素晴らしい選手だなぁといつも思います。この大会の優勝で年間女王にもなり、私の記録も更新と聞きました。記録だけじゃなく本当にすごくうまい選手なので、これからさらに楽しみですね。本当におめでとう。 きっと残り2試合も私が頑張ればまたチャレンジできると思うから挑ませてくれ今年の女子ゴルフの年間女王争いはこれまでの獲得賞金額に基づく方法から新しいポイント制のメルセデスランキングへと変更されました過去には2007年に上田桃子選手が21歳156日で最年少賞金女王のタイトルを獲得したことが記録されていますがこの記録は山下選手によって53日短縮されました上田選手からのメッセージは ファンの心に深く響いたようです山下選手はその卓越した技術と情熱でベテランのプロフェッショナルからも高い評価を受けています賞金女王に輝いたことで山下選手はますます輝きを増しておりジュニアの選手たちもプロを目指していると思います私のようなプロフェッショナルを目標にしてくれる子どもたちが増えるようにこれからも精進していきたいと希望に満ちた眼差しで語っています山下選手の美しい夢は彼女の名前に由来しています 山下選手は父からゴルフの基本を学んだが技術以上にマナーや人としての在り方に重点を置いて教育されたと話していますしかし山下選手に関する最近の疑惑についてはゴルフ界全体にとっても非常に重要な問題です疑惑が事実であればそれはゴルフの精神に反する非常に悪質な行為であると言わざるを得ませんこのような深刻な事態にもかかわらずゴルフ協会の対応はいまだに明確ではありません私としては 協会はこの疑惑に対して適切な調査を行い必要に応じて説明を課すべきだと思いますもし疑惑が根拠のないものであればその事実を明確にし山下選手の名誉を回復することも重要ですこのような問題が曖昧なままだと私たちゴルフファンの熱意も失われてしまう可能性があります他のファンの方々もこの問題に関しては私と同じような感情を抱いていることでしょうゴルフ協会には 一日も早くこの問題に対する明確な答えを出していただきたいと切に願っています。ゴルフは公正さと誠実さを重んじるスポーツであり、その精神が保たれることが何よりも重要です。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。